将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。誰の声やこれ。全ては手遅れだったのか。灼熱の京を龍馬は走る。かっこいい言い方すんな。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。船越ちゃん。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。伊蔵も最後はなあ、ええやつやったな。強かったし。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵五両絵師となった伊藤一派。ずっこけ三人組やほぼ。その中には藤堂平助の姿があった。なんか藤堂にフォーカス当ててんな。第13章龍馬暗殺。ミニ幹部会やな。さーて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることはない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。司令官出身やのにな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんやはじめちゃん、なんか気になるんか。それだけじゃないやろ。伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。うん、確かにな。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないすか、トシちゃん。どないやねん、トシちゃん。一緒のこと言うてもた。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。入れ。お寮。ちょっと早くないっすか、土方さん。平助。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。あれ、こっち側っすか。平助。斉藤、いや坂本くんの読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにある。お、裏の裏書いてんね。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。バレバレや。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。強者の余裕やな。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ腹から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。ああ、言うてたな。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ動向を探らせていたらしい。らしい。らしいって、あんたも知らなかったちゅうわけか。
ああ。しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。ごめんなさいね、皆さん。秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。いやでもちょっと怖いな、まだ。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動を取ったと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。なるほど。いや大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤に繋がっとるっちゅんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいっす。うん、半兵隊な。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。いやでもでも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。なんすか。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。おお、龍二と秋山さんね。伊藤さんがその調整役を仰せつかったんで。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいです。まあそれはそうやわな。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。いよいよ最終決戦か。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃ、それは表向きの理由ってやつらしくて。表向き。坂本龍馬の本当の狙いは別のところにあると。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを金の塔の力を使って一気に叩く。ああ、はいはいはい、いいとこドリップね。漁夫の利ちゅうやつか。ああ、エーペックスか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。ああ、春日ちゃん、ほな。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんの。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。あれか、大宮か。例の薩長との会合が実現すれば、さすがに姿を現すと思うんですけど。オープニングに繋がんねや、絶対そうや。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。そこを叩くわけやな。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。おうおうおうおお。薩長との会合を餌にしておびき出すんよね。外で待ってたもんな、二人、秋山さんと龍二。やつは親さんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨を殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。ただ佐々木がおるよな、そうなったら。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれる。いや、任せてくださいよ、それは俺がやる。君がどうやって。西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。おう、頭下げたらなんとかなるやろ。直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。いや、いけるんすわ。すいやせ。どういうことだ。
今伊藤さんのご両親たちが街中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が割れすぎて。ああ、そういうこと。この状況で西郷や桂に会ったりすれば、こっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。マジか。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことがいね。ほなどうするよ。平助以外はな。だが大政奉還後、西郷、桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。そんな偉いやつやったんかあいつら。くそ。だが今動かねえと、あいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか五両英治の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。ワタミで飲もうぜ。またみんなうつむいてるやん。どうする。そいつは俺らに任せてくれ。もう今までどこ行っててお前。中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが。あ、土佐行ってた。話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。あ、え、お登勢とお涼。お登勢にお涼まで、どういうことなんだ。マジでどういうこと。何笑ってんねん。大宮、例の場所や。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿す。新築。名は大宮。大宮、ごっついとこやな。誰かさんたちのせいで誰かさん部屋が穴いなことになってしまいましたやろ。怖っ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。新築やのにええんすか。ん、ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。それで、お登勢さん。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。ガチ？なんやて？なんでそんな暴れて傷つけてもええっちゅんか。おう、なんでそんな気前ええやん。好きに中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。取り壊す？何を考えてるんだ、お登勢。気おかしなった？なんすかなんすかなんすか。はじめは、いや、坂本様。おかみモード入ってん。このお登勢、資材のすべてを失っても構いません。せやから、この京の町をお救いください。地元愛、お登勢。三風が京にやってきてから一年。京の町は地で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのです。地元愛強。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ募集ありまへん。バリかっこええやん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、
決着をつけてください。任せておくれ。顔を上げてくれ、落とせ。いつからか立場が逆やん。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。綺麗な顔。お涼。お涼ちゃん。うちもおかみさんと同じ思いです。せや堺、うちにできることなら何でも言うてください。それが、はじめさんにできる。せめてもの罪滅ぼしですか。いや、ええよそんなん。もう分かった。分かったんかい。ならまずその顔を上げて笑顔を見せる。はぁ、あ、龍馬さん、俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。おい、歌舞伎町ナンバーワンホストやんけ。俺か俺以外かやんけ。あ、泣いちゃって。もうお龍。またズキュン来ちゃったね、これ。それを見守る新選組。ほんでお前は何して。よし、それじゃあ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが。なんかカッコつけてるけど何もしてへんの。西郷は俺が引き受ける。あんたか。お、今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。お、なんや。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。顔？何ペーター？何ペーターや。何ペーターや。ん？なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだれお前、この顔懐かしいだろ。フォトグラフ。ああ、竹地ハンペーターだ。せやな、紛れもないな。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手。土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。か、有名な写真よな、今は。その人です。ん？あ、お龍馬知ってんのか。そりゃそうか。その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込む。気になるな、フォトグラフ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。確かにな、会う手段がない。一つだけある。生松という女に近づけば桂に近づけ。そっかそっか、花ちゃんか。桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じて、うん、桂と会ったことがある。一緒にカラオケもしたよ。それじゃあ桂の方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ。その話もしちゃっていいですよね。大丈夫かな東堂。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、
それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ飲みに行くふりしてしれーっと行ってきますよ。東堂、お前は今危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。頼んだぞ。わかってますって。よし、では我々は日の落ちる前に豚所に戻ろう。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。よっしゃ行くか。今は中岡と東堂がうまくやってくれることを祈るしかないな。今のうちにできることをしておいた方が良さそうだ。まずは一度別宅の様子でも見ておくか。別宅？時間帯の変更。はいはいはい。もうこの時期が来てしまったか。時間帯の変更の時期。とうとうラストやな。ほな。焦がれる女。困ったわ。どうしよう。あの女、もしかして船でムクロウガイに行こうとしているのか。危険だな。注意してやるか。困ったわ。行こうか、やめようか。おい。おい、どうかしたのか。ムクロガイはあんたのような女性が一人で行くところじゃないぞ。ん？あ、やっぱりそうですよね。でもどうしても入りたい理由があって。眉毛な。理由？ええ。ええ。私、匂い水が欲しいんです。香水じゃない。匂い水っていう。え？匂い水？なんだそれ。巷で話題になってる香りのついている水です。それを体に振りかけるとどんな男性にもモテモテになるんだとか。惚れ薬みたいなものか。匂い水、そんなものがあったとは。ええ、私男性に全然モテないのでどうしても香水が欲しいんです。でもその香水、あ、香水言うてもた。でもその匂い水、ムクロガイにいる闇商人からしか手に入れることができないそうで。なるほど。だからムクロガイに入ろうと思っていたわけだな。はい。でもやっぱりムクロガイは怖くて。でも匂い水はどうしても欲しいし、今勇気を振り絞っているところなんです。ムクロガイに女一人で行くなんて自殺行為だが、この女放っておくと本当に行ってしまいそうだ。俺が匂い水とやらを買ってきてやろうか。おお、まあまあ買ってきてやるか。最後やしな。わかった。あんたの代わりに俺がムクロガイで買ってきてやる。匂い水というものに少し興味もあるしな。え？え？よろしいんですか？ああ、任せておけ。ありがとうございます。香水を売ってる商人はムクロガイのどこかにいるらしいです。これ、香水代です。前払いさせてください。3両。ありがとう。このまま逃げようかな。多分それだけあれば足りると思います。余ったらお釣りはお礼として取っといていただければ。悪いなちゃんと受け取る。いいえ、それではよろしくお願いします。匂い水、うわー、マジか。ムクロガイちょっと行ってみる。旦那、ムクロガイに行きはりますか。500文でお送りしますせ。よろしくどうぞ。ああ、頼む。おおきに。ほな出発しますせ。ん？む？なんやこの変態みたいな奴ら。なんやなんや。闇商人かこいつが。あの男が噂の危険な品を扱う商人だろうか。よし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 。なんか炭治郎が背負うあれみたいな持ってるな。こいつ、おい、お前に少し話があるんだが。ついに足がついちまったか。こんなところで捕まってたまるか。何か勘違いしてるようだが、俺は客だ。ただ買い物がしたいだけなんだが。しらばっくれんじゃねえ。俺はしょっぴこったってそうはいかないぞ。悪いがちっと痛い目見てもらおうぜ。なんでやねん、なんでやねん。話聞けよお前。瞬殺じゃ。はい、終わりー。
わずか2秒の出来事でしたね。ちょっと匂い水かわしてくれよ。くそ、俺としたことがこんなところで捕まっちまうとは。俺のことを奉行所の者か何かだと勘違いしているみたいだが、俺は客だ。え？本当か？本当にただの客なのか？ああ、買い物がしたいだけだ。そいつはすまないことをしたな。あんた鬼みたいに恐ろしい顔してるから。てっきり俺を捕まえに来たものとばかり。誤解とはいえ、いきなり喧嘩ふっかけて悪かった。本当は紹介がないやつの取引はしねえ主義なんだが、お詫びにあんたとは取引させてもらうぜ。そうか、助かる。で、旦那、何が欲しいんだ？え？男にモテモテになる香水が欲しいんだが、あるか？あるにはあるが、旦那も結構好き者だな。俺が使うんじゃない。知り合いからの頼まれ事だ。はいはい、そういうことにしといてやるよ。勘違い生んでんな。ほら、これが匂い水だ。これをかければ男にモテモテになれるはずだぜ。そうか、ではこれをいただく。いくらだ？旦那には迷惑かけたし、無料でいいよ。マジか。実際俺もそいつに効果があるのかよく分かってねえしな。そうなんだ。確かにこんな水で男にモテモテになるっていうのもにわかに信じがたいからな。なんなら試してみるか。それ、あ、それか。ほう、なんだか妖艶で、読まれへんし、香りがするな。確かに刺激的なものだな。ただ惚れるかどうかは分からんがな。とはいえ、ありがたく受け取っておく。ん？ん？どうした？なんや？おい。もしかして？ん？なんだって？好きだ。おい、中二の告白やんけ。旦那のことが好きだ。何？なんだと？好きだ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 、大好きだ旦那。これはまさか香水のせいなのか。おい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 、計らずも出てきたぜ。ドルチェ&ガッパーナやんけ。言いたくねえ。そんな効果は本物だ。なあ旦那、距離が近い。おい、龍が如く5で持ったぞ、こんなやつ。俺の気持ち受け止めてくれよ。このままでやられる。しかしさっきも打ちのめしてしまったからな。ここはひとまず逃げるとしよう。じゃあな。動きキモすぎるやろ。あ、旦那待ってくれ、好きなんだよ。逃げろ逃げろ、やばいぞ。これチェイスバトル始まんじゃん。まだ来るか。来た。ちょっと待て、急いで伏見にいた女のところに戻ろう。オッケー、ちょ、逃げさせてくれ。まだ来るか。待って、遅れやす。遅れやす、そんなわけあるかい。よしよし、こっちやな。捕まった。え、めっちゃ遠いとこまで行かなあかんやん。誰が止まるか、ボケ。オッケー、どうやら振り切ったようだな。オッケー、このまま行けばいいんか。しまった。待て、どっから出てきてん、あいつ。おい、最強やな。瞬歩使ってるやん。待て。あ、早い。怖っ。匂い水モノホンやな。ちょっと隠れたいねんて。ちょっと待て、怖い。うわ、やばい、最悪や、捕まった。消えろ、やめろって。しゃあ、このまま逃げろ。隠れなあかんな、どっかに。ちょ、待て、赤い枠がついてるときあかんねん。オッケー、このまま行こう。怖っ。こんなんつけて大丈夫か、あいつ。とりあえず戻ろうか。よしよし、もうちょいや。
もうこやんな。オッケー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 。ここまで来れば大丈夫だな。成功。しゃあ買ってきたぞ香水。おまたおまた。ふう、どうにか逃げ切れたな。あの、どうでした？香水買えましたか？あ、匂い水買えましたか？ああ、ちゃんと手に入れてきた。はい、どうぞ。あ、ありがとうございました。これで私でも男にモテモテになれますかね。そうだな効果は保証する。だがそれは大変危険なものだ。きちんと使うんだぞ。ええ。こんな危険な水が将来日本に出回ったら人生をめちゃくちゃにされる男たちも増えるかもな。匂い水、恐ろしいものだ。日本で流行ってますわ、香水も。